楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬正也です。今日はですね、半沢直樹第4話からですね、半沢はなぜ戦い続けるのかということでお話をしていきたいと思います。今回もあんまりストーリーについてはお話ししませんけれども、半沢直樹とですね、セントラル証券の森山と、あと東京中央銀行の、同期2人ですね、で、まあ、全部で4人で小料理屋で飲んでる時に、いろいろ東京中央銀行の、まあ、人事とかですね、内情についていろいろ話をしてるのを聞いていた森山が、まあ、なんか腹を立てて、何なんだみたいに怒ってるわけです。でそれに対して半沢が、だから戦うんだみたいなこと言うんですね。でその後で、その戦うんだっていうことの意味は何なんですかみたいな話を森山と、半沢でするんですけれども、そのところの、言葉ですね、半沢の、それをちょっと、ご紹介したいと思います。森山に対して半沢が言うんですね。戦う敵がいつも正面にいるとは限らない。気がついたら戦いが始まってる時だってあるからな。で次ですね、だがな、一番厄介なのは敵が自分自身の時だ。でも大丈夫だ、信念さえ持っていれば問題ない。敵が自分自身だっていうのはいろいろあると思いますけれども、戦うべきだと分かっていてもそれを、躊躇しちゃう自分とかですね、いろいろ迷う自分とかですね、まあ、いろんなのがあるかと思いますけども、そういう時に信念さえ持ってれば大丈夫なんだ、って言うんですけど、そう言われても森山もよくわからないわけですよね。で、信念とは何なんだっていうことですね。組織や世の中はこういうものだっていう強い思いだよ。剣道で言えば自分の型になるかな、まあ、そう言われてもですね、分かったような分かんないような、まあ、ところですよね。まあ、理念とかですね、哲学とかそういう言い方もするかと思いますけど、組織とか世の中はこういうものだという強い思いがあれば、それが自分の型だと、それがあればいいんだ、まあ、そうかもしれませんけど、これもやっぱりよくわからないって、一体どういうことですかみたいに言いたくなるわけですよね。で聞くわけですね、森山が。で半沢が言うわけです。いいだろう、まあ、教えてくださいって言われて、教えるわけです。いいだろう、3つある。1つ、正しいことを正しいと言えること。1つ、組織の常識と世間の常識が一致していること。1つ、ひたむきで誠実に働いた者がきちんと評価されること。よくこれをスラッと言えますよね。すごい人ですね。日頃からよっぽど考えてないと、こう3つスラッとこう出てくるってことはないですけど、スラッとですね、まるでセリフのように言うわけですね。でこの正しいことを正しいと言えるっていうのは、これ逆に言うと間違ったことは間違ってるって言えるっていうのもあると思うんですよね。あと、まあ、組織の常識と世間の常識が違っていた、いや一致してること。よく組織の常識っていうのは、まあ、組織の中だけので通用する常識とかいうのがよく出てきてしまうんですよね。でも組織内の人間とだけ話をしてると、それが世間の常識とずれてるってことが、まあ、分かりにくくなってしまう。付き合いが会社の中の人間だけになる、あるいは取引先の人とも話をしたりするかもしれないけれども、あんまり突っ込んだ話をしないとかですね、あとは家族とだけ話をしてるとかって、そんな風になってくると、だん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 、自分たちの会社の中の、常識が、まあ、世間の常識みたいな感じになってくるんですよね。そんなことないって思ってる人も、意外にそうなってたりするわけです。だからその世の中との常識っていうのをいつも、きちんとキャッチアップしておく必要がある。でかつその自分の会社とその世間の常識が一致してるかどうかっていうのを確かめておく必要が、まあ、ありますよね。あと3つ目のところですけど、ひたむきで誠実に働いた者がきちんと評価されるわけだ、まあ、これは正直者がバカを見ないっていうんですかね。なかなかこれも難しいですけど、この、きちんと評価されるっていうところはすごく難しいですけど、短期間で見ると、それはちょっと正しくないんじゃないのっていうのがあったとしても、ある程度長期的に見たときに、まあ平らにされて、まあ、なんとなくバランスが取れてるみたいなですね、そういう風になってれば、現実としては現実として理想的って変ですけど、現実としてはいい方なんじゃないかなという風に思います。でこれが、まあ、半沢の信念だっていうことなんですね。で、森山がなんだか当たり前のことですねっていうわけです。確かに、半沢が言ったこの3つのことっていうのは素晴らしいことですけど、まあ当たり前のことだし、なんかすごくなんか、素晴らしいって言えるほどのものでもないっていうんですかね。でなんだか当たり前のことですねみたいなことを言うわけですね。でそれに対して半沢が言います。当たり前が今の組織はできてない、だから誰かが戦うんだ。まあ誰かというのは半沢さんですね、このドラマで言うと。
で、半沢が、森山に対してこれを言うのは、自分と似てるところを 見出してるのか、まあ、自分となんか似たようななんかをこう感じてるのか、それともただ期待してるのか、まあ、よく分かりませんけど、お前もきっとそういうふうに戦うんだなって思ってるわけですね。で、だからこそこのことを言ってるわけです、当たり前が今の組織ではできてない、だから誰かが戦わなきゃいけないんだと。で、まあ、言ってませんけど、あ、まあ、後で言うかな、それはお前だっていうことですよね。で、どうしてそうなるんですか、それは当たり前ができてないっていうことなんですけど、どうしてこうなっちゃうんでしょうね、で森山が言います。でそれに対してあんたが答えます。自分のためだけに仕事をしているからだ。仕事は客のためにすることだ。ひいては世の中のためにすることなんだ。その大原則を忘れた時、人は自分のためだけに仕事をするようになる。自分のためにした仕事は内向きで卑屈で醜く歪んでいく。これが、東京中央銀行の諫山とか大和田とか、そういう人たちのことを言ってるわけですね、まあ今ドラマのセリフではそれも出てきますけども、この自分のためだけにした仕事、内向きで卑屈で醜く歪んでいく、そうなっていくんだと。そうじゃないだろう、仕事はお客様のためにやるんだ、世の中のためにやるんだ、それを忘れちゃいけない、仕事を自分のためだけにやっちゃダメなんだぞということですね。でそれを忘れちゃうから当たり前のことができなくなっちゃうんだ、お前はそうなるなよ、お前それを見つけたら戦えよっていうことですよね。で森山へのメッセージ、森山、これからお前はいろんな相手と戦うことになる、だがな、最初の敵はいつも自分自身だ。勝敗は時の運だが、決して自分の構えは崩すな。でこの後に、まあ剣道とに例えて自分のその、森山のあの姿をですね、それ崩しちゃいけないぞっていうようなことを言うんですけど、決して自分の構えを崩すと。でこれはまあ、いつも同じようなこと言いますけど、森山にだけ言えることではないだろうなということなんですよね。いろんな相手と戦っていくときに、まず最初の敵が自分自身だっていうのは、これは森山だけじゃなくて、まあ、半沢直樹にもそうだし、いろんな人、他の人にも当てはまる。まあ、さっきの正しいことは正しいことを言えるっていう話ですけど、会社の中とかですね、組織の中で正しいからといってみんな正しいこと言うかって、そんなことないんですね。長いものには巻かれろっていうか、偉い人がああ言ってるから間違ってると思うけど、ちょっと言うのははばかられるとか、そういうのがあるんですよね。本当はそこで戦うべきなんだけど、でも、偉い人が黒を白と言ってるんだから、これは白だってなっちゃったりするわけです。でそれってそこだけ聞くとなんか卑怯者というかダメじゃないかってなるんですけど、でも現実的にその場にいると、それはどうしても、長いものに巻かれてしまうのが人間というものなんですよね。なので、まあ、そこで躊躇する自分というのがまずいるわけですね。ここで戦っちゃいけないんじゃないか、戦ったらやばいんじゃないか、戦ったらちょっと後がまずいからやめといた方がいいんじゃないか、それもある意味では正しい選択かもしれないです。でも、戦った方がいいかもしれない、わかんないですよね。で、まあ、そういうふうに、そこで最初にまず敵になってくるのは自分自身だってことが、まあ、あるわけです。半沢直樹が言ったことは別の意味もあるかもしれませんけど、私なんかが思うのは、本当は言うべきなのに言えないんだっていうことがいくらでもあるわけですね。でもそこでやっぱりそれを超えて言っていくことによっていろんなことが変わっていったりするんです。半沢直樹みたいに戦うのはちょっと難しいと思いますけど、でも、いろんな会社、いろんな組織の中でもうちょっと戦った方がいいんじゃないかってことがきっとあると思うんですよね。その時に、まあ、まずは自分自身ですよね。躊躇しちゃう、やっぱりためらっちゃう、そういうのが出てくるんですよね。で、まあ、その時に、自分の構え、自分の大切にしているもの、信念というものを忘れちゃいけない、感情的に なっちゃいけない、相手が嫌いだからつって戦っちゃダメだってことですね。ちゃんとした軸を持ってやんなきゃいけないよっていうことです。で、まあ、そのまとめですけど、当たり前が今の組織はできてない、だから誰かが戦うんだ、これが、まあ、半沢直樹が戦う理由ですね。で最初の敵は自分自身だと、敵は相手みたいな感じですけど、実はそうでもないわけで、その相手と戦うんだっていうことをまず決断する、決意する、そこからスタートするわけなんで、その時にはかなり、まあ、会社と戦うとかですね、そういう時にはまず普通躊躇します、ためらいますよね。内部告発とかそうですよね。これは正しいことは、世の中的にはこれが正しいんだけど、でもこれを言うと自分はちょっとまずい立場に追いやられてしまうんじゃないか、裏切り者と思われちゃうんじゃないかと、
それでできない。で実際やっちゃうと、会社によっては、ひどい扱いを受けたりする。だからそれが怖くてできないとかありますよね。なので、まあ、あの何でもかんでもですね、半沢直樹みたいに戦うと、現実的には良くないことが起こるかもしれないので、賢く、まあ、半沢直樹が賢くないっていう意味じゃないんですけど、まあ、ずる賢く、現実的には時にはずる賢くいくのも、重要なんじゃないかと思いますけど、でも戦いを諦めちゃいけないんじゃないかなというふうに思います。繰り返し、しつこいですけど、半沢直樹みたいに戦わなくてもいいですけど、戦うべき時はやっぱり戦っていかないと、自分たちが、まあ、楽しい人生も送れないし、ハッピーな人生にもなっていかないんじゃないかなというふうに、思います。ということで今日は半沢直樹が戦う理由ということで、半沢直樹第4話からお話をさせていただきました。今日は以上です。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。